今回の企画はぐちゃぐちゃになった倉庫をきれいにしよう。3つのステージでチーム対抗整理整頓バトルだ。チーム戦なので整理する力だけじゃなくチームワークも鍵となるぞ。相手より先に倉庫をきれいにし見事勝利するのはどちらのチームなのか。チャンネル登録とグッドボタンを押して片付けはこまめにやろうね。はい、ということで今回の企画はみんな大好き整理整頓企画でーす。やったー、やったー、やったー。いやいや、みんな大好き。はい、今日は整理整頓が大好きな6人に集まってもらいました。待って得意はまた別の話ですから。本気出せばっていうことですか。そう。今日は、はい、あのみんなでちょっと整理整頓力をね競い合おうじゃないかということで、本日皆様来ていただいているのはこちら、ドズルウェアハウス、ドズル倉庫に来ていただいております。はい、これみんな下見て、このすごいたくさんいろんなね倉庫に、はい、並んでます。頼むから落ちた。じゃあボンさん以外でちょっと、ちょ待ってよ待ってよ、整理整頓したい整理整頓したい。ちょっとボンさん戻ってきてください。ちょっと頑張って登って登る場所がない、登る場所がない。じゃあちょっと、はい、こちらチーム分け2チームで分かれて、赤チームは OK、 これ大事よ今日、大事ですから。一緒は嫌だな。いやいや、誰ですか、誰ですか。じゃあ僕からいきます。はい、赤です。みんなおいで。青です。はい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 。青です。あれ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 。面こい。タカがスリザリ。うわやばい。あ、決まっちゃったもん。おお。猫じ。いや、ああ、じゃあ一応ね。赤、はい、はい。青入ってないかな。いやいや、入ってるわけないじゃん。はい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 。じゃあこちらのチーム分けで、整理整頓やっていきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。こんなに整理整頓がね、メインの企画、多分今日が最初で最後ですから。最後なの。おそらく、はい。やばい。逆にドズさん溜め込んでるから得意まであるんだよ。いやそうだよ。一気にするから。そう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 。いつもやってる。いつも対峙してるから。よし、じゃあ一つ目、隙間なく詰めろ。お弁当おかず対決。あー、なるほどね。はいはいはい。好きなもの詰めろじゃないんだ。違う。隙間なく、いや、やっぱお弁当ってね、ぎゅうぎゅうに詰めないといけないじゃん。すごい。全然倉庫じゃないやん。いやいや、キッチンですよ、バトルは。ボンさんがいっぱいあるやん。何これ。すごいな、これ。はい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 。え、これどういけばいいの、これ。はるか彼方になんかグループ画像みたいなのが見えますか。みんな、走って、走って、走って。あれか、ちっちゃい。あれ、ルール画像ある。すごい、すごい、すごい。はい、じゃあ、ルール説明します。やっとついた。こちらクリエイティブモードで、お弁当おかず対決、チェストに入ってるおかずを隙間なく完璧にお弁当箱に詰めよう。早く詰めたチームの勝ちということで、ああ、こうチェストの中にいろんなおかずがいっぱい入ってるから、それをこう見本通りに詰めてって終わりましたと。はい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 。パズルみたいな感じ。パズルだ。そういうことだ。うわあ、そういうことか。これは得意ですよ、僕。これを隙間なく入れればいいと。だから変に詰めちゃうと入らないってことか。なるほどね、全部ね。なるほどなるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあクリエイティブな。見本あるわけじゃないでしょ、これ。ないね。じゃあちょっとこう。あ、最初はこれがちょっと入ってますよ。オッケー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 。あ、じゃあこの入ってるやつとうまく組み合わせながらってことか。めっちゃ面白そうじゃんこれ。オッケーオッケー。よし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 。向きとかも変えれそうだなこれ。あ、そう、向きも大事なのか。はいはい。なるなる。綺麗にね。オッケー。よし、じゃあそれでは各チームじゃあ分かれて対決していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、くる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 。おお。じゃあ僕ソーセージ見る、ソーセージ見る。とりあえずソーセージ。でか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 。でっけでっけでっけ。持つとわかる、持つとわかる。ぴったり入りそうなとこないかな。ブロッコリー。ブロッコリー置いて。おにぎりでかそう。おにぎりいきます。おにぎりいきます。これどう？これぴったり。これぴったり入ってんのかな俺。
難しい。置けたら入ってんじゃない。これどうだ。あ、おにぎりいった、おにぎりいった。これ大丈夫かな、これ。いい、いい感じ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 。いいです、いいですね。これハンバーグが入らねえ、みんな。ハンバーグ入んない。どうしよう。ハンバーグ入らない。ちょっと待って、アスパラも無理。アスパラもこれ、ちょっと詰んでる、詰んでる。でかすぎる。でかい、でかい、でかい、でかい。でかいやつから入れないとやばいかも。はい、このガラスでなんとなくデカさ分かるじゃないですか。人参クソでけえ。あ、これか。これちなみにソーセージだよ、これ。これソーセージだよ。俺ソーセージも。まあ、じゃあおにぎりも。いや、でかっ。ちょっと一番でかいやつから埋めていきましょう。多分ハンバーグとか多分めちゃくちゃでかいだろうから。とりあえずクソでかハンバーグ右上置いた。いいね、いいね。卵焼きもだいぶでかい。ここにブロッコリー4つできんじゃない。トマト置けたよ、ここ。ほら。え、終わったんだけど。見本の上に。あ、あ、ブロッコリー、アスパラガス残ってるよ、アスパラガス。アスパラ、ここだ、ここだ、ここだ、ここ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 。え、待って、めちゃくちゃ隙間あるけど、ちょっと。全部入ればいいんじゃない？入っちゃったけど。入ったけど。ダメなの、これ。ダメなんじゃない？起きりゃいいってもんじゃねえんだ、これ。これ、なんか、重なって入っちゃうんじゃない？重なっちゃうのか。あれ、待って、これ、置いたときになんかエフェクト出る？え、何、正解っていうか、しっくりくると出るってこと？あ、出た、出た。あ、出た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 。え、アスパラ置いたときに。ウインナーは出ない。あ、出た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 。出た、出た、出る。一旦全部置けてはいます。いや、ウインナーが余ってる。いや、いや、あとね、いや、ブロッコリーまだ。ブロッコリー4つある。ブロッコリー。ダメだ、ブロッコリー4つ？ 4 つある。本当に正解1個しかないの。これ、むずい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 。いけてんのかな。いや、え、今エフェクト出た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 。置いたら大体出ます、多分。で、あ、ごめんなさい。おにぎりちょっとこう、ここに置かせてもらって。ブロッコリーめちゃくちゃ怪しいかも。ブロッコリー、ずつある。あ、本当だ、ブロッコリー怪しいな。ちょっと一回ブロッコリー全部回収すんね。あ、これリンゴ重なるわ。これソーセージが。しかも重ねててもこれ置けちゃうんだ。そう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 、置けちゃうもん。あー、だからか。難しいな、そう思う。むずリンゴ、リンゴ重なってる、リンゴ重なってる。リンゴが。アスパラここぴったり入んだよな、多分。ほら。あー、いいっす。そこはアスパラとウインナーとおにぎり。めちゃくちゃでかいハンバーグ残ってんだけど。それやばいな。え？いやでもリンゴとかすごいしっくりきてんだよな、場所。しっくりきてます。いや、おにぎりピタッとはまった。ああ。ハンバーグ持ってます、僕。どうこれ。ハンバーグ残ってんのか。ハンバーグでもこっちに行けるんじゃないかな。ここどう？ここハンバーグ。え、ブロッコリーこの上大丈夫なの？これ。これダメでしょ、これ。上ダメ？ナスの上ダメでしょ。ナスの上ダメで。これナス？これナスだった？これ。ナスナスなんだ。ごめん、ハンバーグが全然入んない。ハンバーグが全然入んない。ハンバーグ。卵焼きとチェンジ。卵焼きとチェンジ。全然むずい、全然むずい。全然むずい、全然むずい。ソーセージ、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 ソーセージ。ソーセージ奥入るかも。ちょっと余った、ちょっと余った。ちょっと余った。ちょっと余った。一、もう。ああ、じゃダメだな。おにぎり一回どかしてみない？おにぎりやっぱどかすか。おにぎりこれ多分固めて入れる必要がないと思う。これ。これでかすぎて、まず隙間が見えねえ。危ない、はまった。いや、これマジでもう、イライラするよこれ。ああ、これ。わかるわかるわかる。あ、落ち着け、落ち着けめ。後ろ一マス入ってる。あ、これ入るな。入る？ブロッコリーどう？ブロッコリーをそんな4ついけるとかあるかな。いや、2個ずつとかいけないか。2個ずつ。そこに2つと、この卵焼き横2つでどうすか。いや、でもこれリンゴが余るな。いや、これ卵焼きがダメだ。これ卵焼きがナス食ってる。いや、あと、そうですね、ブロッコリーもめり込んじゃう。やっぱめり込んじゃう、めり込んじゃう。むずダメなのこれ。一回リセット、置けちゃってるもんな。これね、おにぎりはね、ここだと思うんだよな。おにぎりだってもう、ビタ。ハンバーグもここな。あ、おにぎりごめん。おにぎりちょっと1マスずれてる。ナイスナイスナイス。で、ハンバーグもこれぴったりなんですよ、ここが。絶対ぴったり、これ。で、これ、ソーセージが1マス余ってんだよな、これ。おにぎりはこれ 4×? わっか。あ、おにぎりこれ、この隙間入るかも。あ、麺、これどう？ここにリンゴ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。おにぎりもう一個ここいける？あ、どこすか？こっち、ハンバーグの横。一応入りそうっすね。あ、でも一マス開いちゃうっす。あ、じゃあここにソーセージ。これ多分卵ここじゃないと思いますわ。どこだろうな。一マス開いちゃってる。あ、一マスはそうだね。置いてみろ。あ、これ。壊しちゃった。チェスト。終わった。全部俺が持ってる今。ブロッコリーに重なっちゃってる。いや、もう置き場所がなくて、うん、置き場所がなくて、
両チーム整頓終わんないぞこれ。終わんないなこれ。ガチで。むずいの今日。地味なそこ横と縦に行こう。縦1個行くか。あ、いい。あ、これめっちゃぴったり。めっちゃぴったり。めっちゃ来てる来てる来てる。来た来た来た。これすごい。来た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 。あ、いやいや来た、これ来てる、これ絶対来てる。あ、え、待って、もっと手前でいいんじゃ。あ、4個あるのか。これブロ、それブロッコリーがむず。これ以上ないぐらいぴったりですけどね。ダメか。え、ハンバーグここだよな。ハンバーグここだと思うんだよな。これ、え、でもこれさ、ちょっと待って。微妙な隙間がある。ナスこれデフォルトからこうだった。ナスとそこ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 。あ、じゃあだとしたらこれ絶対、これ全部違うかも。ここに置いとくわ。これ絶対一枚隙間空いちゃう。これ一回全部テクでいいの。このナスのこの角の隙間から埋めていこう。多分これ絶対大事だ。おにぎりって何個だっけ？おにぎり3つですね。3つっすね。おにぎりここ入る？ハンバーグのもう1個。ちょっと待ってくださいね。これ多分横幅10のやつをこの角に入れなきゃ多分食べる。卵ここじゃないのか。あ、それピタ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 。そうすれば3のマスが横に開いた。オッケー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 。ソーセージが入るかな。くさー。あれはむずすぎる。綺麗だな。むずすぎるな。ブロッコリー、ナスの上に置いて許されるとかないですか？いや、さすがに許されないでしょ、それは。ブロッコリーは、腐ってるものを裂いたものなの。ああ、じゃあ、あの、房に戻してあげてんだ、これ。ヘリクツ来た、ヘリクツ来た。あえて。戻してあげよう。あえて。あ、これ、もうこれめっちゃいいっすね。ブロッコリーの森エリア。あ、見てみんな、ウインナーが。え、でもそこにあったやつ何でしたっけ？おい、めっちゃ、え、すごい。完璧、完璧、完璧、完璧。え、待って、じゃあ、いける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 。リンゴもちょっと、どこ？待って、いや、でも待って、ブロッコリーやっぱやばい。ちょっと、このリンゴどかしてもらって。はい。ちょっと待って。これ完璧。あー、ここ2マス空いたか。2マス空くの嫌なんだよ。リンゴは、リンゴ、あ、リンゴ2マスいけるじゃん。ああ、そこに置こう。いや、今んとここっち完璧よ、ほら。いや、ブロッコリーがな。これ1マスが邪魔なんだよな、1マス。ブロッコリー2個だったらいいんですけどね。ミニトマト全然ミニじゃねえ。ミニトマト絶対ここな気がする。絶対ここ？このガラスで覆われてるから。確かに。ここだね。この四角い隙間何を置く？ 4×4 ですよね。ブロッコリー？ブロッコリー 4×4 でね、微妙に入りきらないんじゃない？これさ、ずらして。おにぎりこっちはダメなの。その場合、ここの1マスがね、この1マスを何かで埋める。1マスが余っちゃうのダメなの。これおにぎりだとどうなんですか。おにぎり4だね。1、2、3、4、4、4、4。2、2、4とかでもいいんですよ。組み合わせ的に話をしてくれて。だから多分リンゴ、ブロッコリー、ブロッコリーでも全然か。あー、でここにソーセージとか。うん。おにぎりの位置が違うのかな。でもここかなり綺麗ですよね。ソーセージと。うん、綺麗です。おにぎりがめちゃくちゃこれビタッときてて、うん、ビタだと思う。やっぱね、ハンバーグもここだと思うんだよな。もう潰れてもいいだろう。ちょっとね、潰れてったこともあったよ、お母さんのやつ。そう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 、うん、それが味ってもんでしょうよ、うん、味ですよ、うん、どうですかスタッフさん。どこか違うようだ。やだ、やかましい、やだ、うるせえ。どこか違うようだ。これどう、これ PC っぽさ出してきてる。ちょっとね、この変なところにアスパラガスのリンゴ置くのやめて。誰、本当だ、アスパラガス。いやいや、まあなんか見えた方がさ、PC かなと思って。手に持ってるより。いや、これ多分ここの隙間合わせないとダメだと思うんだよな。ここの、うん、ここそこね。やっぱこれ本当にゼロマスにしないとダメ、臭い。僕の予想。ということは、もうここが違うんだ、ここが。ナスのここ無理だもんな、でもこの1マス隙間が。おにぎりかな。おにぎりが違う説ある。そこおにぎりどうですか、そこ。そこアスパラのとこおにぎりどうですか。え、アスパラこのブロッコリーの下はこれ。アスパラブロッコリーの下とかどうですか。あ、隙間？うん。結構いろいろなんかしっくりくるエリアなんだよ、ね、あとブロッコリー2個、卵、これ卵残ってるからな、卵。あとリンゴが2個あるんですよ。あとね、ブロッコリーも1個ある。例えばハンバーグとかを、あそこね、この角に合わせたりぴったり、もしかして。いや、全然ぴったりじゃない。あー、ここか、ここか。これダメだね。ハンバーグではない。ハンバーグではない。卵は、
まあそれなら OK。 あ、だけどここもう一個卵入んね。7バス卵あおる、うん、2人、はい、あーこれぴったしですね。これでいけそうだね。いやだからこのおにぎりのここだよ、ここ、この1マスのこれすげえもったいないもん。うんうんうん、うん、おにぎりが4マス、奇数のやつがなんかあるはずなんだよ。じゃあ5マスのやつどっかにあるのかな。で3マス、え、どれだ、奇数のやつが大事すぎるな。だからね、ハンバーグと卵焼きがね、横縦で奇数なんだよ。ソーセージが一応3マスなんですよ。あー、はいはい、そこじゃない、ソーセージかなりね、しっくりきちゃってる。いや、それが間違いなの。ああ、罠。だからもうここから三三こっち使うんじゃない。うん。5マスになっちゃうの。やっぱ奇数をどう処理するかのゲームなんだよな。ソーセージの方がワンチャン詰まるかもしれない、これ。これどう？ああ、いけそう。ソーセージ3本入んね、ここ、多分。ひとまた一旦どけるか、じゃあ。はい。うん、これ3だから全部切れ入る。こうじゃん。めっちゃ綺麗だぞ、ここまで。アスパラってここ入る、おにぎりの横入る。ちょっと、このブロッコリーここ入るかも。これすごいし、すごいぞこれ。これ子供やったら泣くぞこれ。これ子供、ね、泣く泣く全然。一生弁当できないで。これもぴったりっすね。いや、これはみ出てんだよな。だここダメなの。ここダメだ。大きいやつから決めていった方がいいかもしれない。うん、ハンバーグも置ける場所で決まってるかもしれない。決まってる。うん。あ、ぴったりだそこ。ここぴったりっすね。あ、じゃあこっちでちょっと進めてみようか。じゃあもうここ多分ここ九マスかな。九マスずつあるから。あ、おにぎりここの縦いいじゃん。おにぎりからのソーセージ、ソーセージ。あ、ソーセージだと1マス絶対持っちゃうのか。あ、その上がね。4×4。ああ、きれい。入った。アスパラ一旦。いや、違うで。いや、アスパラ最後。ああ、どうなんだ。最初、細いスペースが多分埋めるのに多分使うから。これもう、あと、アスパラ4つとリンゴ2つとアスパラで終わり？おにぎりあります。おにぎりか。おにぎりか。入ら。20分ほど経過しております。いや、もう、いいやる。どっちかは正解するまで。そうで。お弁当は冷めてるもんだろ。冷めても美味しい具材選んでます。はい、ここ卵焼き、あ、これぴったりいくよ、これ。あ、で、アスパラ？これアスパラじゃない？あ、アスパラリンゴとか入ったら最高なんだけど。いや、あ、3マスだ。3マス。これはだから合格ラインよ、ここまでは。あ、合格ライン。あ、これかなりこれまでないぐらい。ないぐらいぴったりしてる。うんね、来てますね。ちょっと1個おかずおすそ分けしてくるわ。これ最強っすね。ブロッコリー2個ぐらい。食べ盛りでしょとかって言って。うん。麺。夢中すぎて気づいてない。ああ、これで。これでも隙間ないっすか？もうちょっと右。もう一個右。それ。いや、ない。これ、ああ、あるね。あ、ここの隙間か。あるね。あるんですよ。いやー、ね、むずいな、ね、ブロッコリーが難しい、これ。ここトマト入る？どうすか？トマト入ってそうだ。入ってる。いや、待って、2マス余ってる、ここ。おにぎりじゃないわ、絶対。だここを、何マスだ？ 1,2,3,4,5,6,7,8 9マスのもので埋めなきゃいけない。9のものは、アスパラが1,2,3,4,5,6,7,8,9、アスパラ9やね、2×9。そうなると結局2が余っちゃうから。あ、2だったらね、このリンゴ使えるよ、リンゴ。だとしたら、そもそもアスパラをもう1個隣に置いちゃって、このでかいスペースに何か入ってませんか。これ何マスですか？4マスか。4かな。4は4だね。あ、4ならブロッコリーいけるか。ブロッコリーいける。うん。あ、はい、並ぶか。で、ここいいんじゃない？ほら、いける。おにぎりは右下なのかもしれない。ちょっと待って、ブロッコリーティッシュ。あ、でもいいんじゃない。いや、でもこれいけそうだよ、僕たち。いや、これいけそう。おにぎり右下。おにぎりここじゃない？やっぱり。あー、じゃあおにぎり。これ右下、右下なのかもしれない。あ、これ入るじゃん。あります？うちも釣れてたよ。
これじゃないおにぎり。あと一個ずらさないと。隙間あったんかーい。ちょっと俺もう一個こうでしょ。おにぎりやります。はい、あーぴったりじゃん。あとアスパラ持ってます。アスパラ横しかないねこうなったら。アスパラ多分ここがギリ。はいはいはい。でリンゴ二つ入る。リンゴ二つが24で24で入るから。あでもブロッコリー入らん。ブロッコリーどう？ブロッコリー。四掛け四だ完璧。ブロッコリーが完璧。これいけるぞ完璧。はい。あ、ラスラー入った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 、はい、はいはい、あーこれすっきりしたー、どうだそこで、きたー、よっしゃー、イエーイ、よっしゃー、すっきりー、きれい、きれい、きれい、きたー、おにぎり右下ちょっと固定しますね、そしたらそうですね、はい、多分ゆっくりとかそれしかないんだと、じゃあ多分リンゴもこうじゃない、うわー、マジ、マジか、うわー、綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗じゃん、めっちゃ綺麗じゃん、これは負けた、これは負けた、これ何これ、めっちゃ綺麗じゃん、何これ、隙間に入るとかじゃなかった、ちゃんと綺麗に入るやつだった、超うまい、お弁当ですからやっぱり揃えないとね。え、でも味は一緒じゃないですか、あ、やばい、え、ちょっと待って、え、これ入ってんのここ、ナスの一かけ、これ入るんだ、うわー、角ね、角ね、角だ、なるほど、そうすげー、うわ、ちゃんとマスハグ大事でした、ね、天才やん、もう負けでいいよ、今日は、いや、あげる、次がある、次がよし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 、次がと、次よし、じゃあ次の競技いきましょう。じゃあ続いての競技はこちら、ドゥドゥン、揃えてドリンク品出し対決、品出し、おースーパーマーケットシミュレーター、オッケー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 、違いますよ、え、いやいやスーパーマーケットでしょ、これさりげなく入れたけど、いやいやスーパーマーケットみたいな、あ、後ろご覧くださいこちら、はい、ドリンク品出し対決、今回は、サバイバルモードで行います。新人バイト君がドリンクコーナーの中のボトルをごちゃ混ぜにしてしまった、最悪だな、1種類ごとに4本ずつ綺麗に並べよう、先に並べ終わったチームの勝ちということで、今ね左の状態だと思うんですけど、これぐちゃぐちゃな状態だと思うんですが、これを綺麗にこうやって全部並ぶと、1つの棚に並ぶ4本が同じ種類であればドリンクの配置は自由です、どんな形でも OK ですと、はい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 、あ、追加ルール書いてある、追加ルール、このステージは一度に持てるアイテムは一つだけ、あ、指示役の声を聞きながら整理役の2人が協力して行おうということで、なるほどね、こうあっちにいる人は大きく見えないから、こっちの指示役の人がうまくね指示しましょうと、チェストにある足場をうまく使えば高い位置にあるドリンクに手が届くようになるぞということで OK でございます、指示役を1人、 OKOK、 赤チーム任せてください私に指示役を、はい、もう整理整頓の、はい、任せてください僕に、いや確かにあの某ゲームではかなり整頓されてましたね、そうそうそう、スーパーの店長はかなりやらせていただいておりますんで、はい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 、確かに確かに任せてください、おー来た兄貴、はいはいはい、操作が不安なだけです、いやまさかのそのパターン、操作が不安なだけパターンあった、よしよしよし、じゃあ行きますか、あ、なんか看板書いてある、グラサンバードに登る、あ、指示役の人はこれ登るんだ、え、ボンさんグラサンバード行きます？あ、確かに、せっかくだ、せっかくだ、確かにね、確かにね、はい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 、いや僕たちこっち、あ、じゃあ俺こっち行きます、いやいやいや、チームぐちゃぐちゃになるって、自分のお友達準拠にするとね、オッケーオッケーオッケー、あー完璧に見えますわ、目袋でね、はいはい、これ C ボタンであのあれですからズームできますんで、あー俺てっきりこのクソデカドリンクを並べるんだと思ったけど、ちっちゃいドリンクがあった、このちっちゃいやつ、ね、オラフスウォーターってなんだ、オラフスウォーターオラフスウォーターね、リアルドズルある、リアルリアルドリアルドズルある、リアルドズル、このサイズ感のモンスター初めて見たかもしれない、なね、よしじゃあオッケーみんな、よしよし、分かりました、それでは5分を5分を、どうしよう、全然指示が思い浮かばねえ、1個ずつしか持ってないもんね、いやそうです、あ、来た来た、下に多いものに、うん、を下に配置していくみたいな、オッケー、じゃあ左下グレープで埋めましょう、はい、猫地一番上と2段目に、はい、あ、いやこれちょっと待って、よく見たらブドウジュースも2種類ある、あ、本当だ、下から2番目のグラサンバードのブドウジュースを、はい、左一番下に置いてください、
あ、これ待って、取るのめっちゃむずい。むずい。じゃあ、階段から。オンリーは、左から2番目の棚のリアルドズルを、はい、上2番目に置こう。上2番目。そこのラテと交代しよう。あれ、待って、これ。え、これ、置けるこれ。どっとくのこれ。交換できる？あ、交換できない。いや、これ、2人でさ、多分、持ちながらやらんとやんと。そういうことだ。これ、え、一回置いていいですか、俺、これ。置いていいよ、置いていいよ。で、猫字が置きたいところを教えてください。ね、2段目、下から2段目。下から2段目。モンスターを取って、じゃあ、オンリー。これですか？それ。はい、あ、それか。これを取って、はい、猫字が置いて、で、それ、オンリー適当に置いといて。置きました、置きました。はい。で、左下のブドウジュースを取ってください、うん。で、オンリーはそこのオラフスウォーターを取ってください。左2段目。はい、取りました、取りました。はい、お任せてくださいよ。来たー。あれ待って。え4つだよね。4つ。コーラ3本。4つあるってことは、8つあるんじゃないですか。だよね。コーラでも3本しかないよ。いや、右下に1本ありますよ。いっぱい、1、2、3、右下と左上。4つあります。ああ、ごめん、全然視野が狭かった。ちょっと、兄貴。兄貴。店長はっ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 は、やめて。オッケー。まず、左下に、グラサンバード行こうか。紫。オッケー。じゃあ、グラサンバード僕も取るわ。あ、そっか、これを取んなきゃダメなんだ。オラくん、これ、オラピスボーターみたいな取ってくる。そうだそうだ。オラくんが取ったね。うん。オラくんが、同じ場所で行動しなきゃ。置いといて、置いといて。オラくんが、オラフくんか。オッケー、取った。取って、取って。で、オラくんはその上に置いて。難しいな。で、麺はグラサンバード持ってきて右から。オラくんはその、オンリーラテを取って。このオンリーラテ？うん。はい。じゃあ、ごめん、俺やった、じゃあ、そうじゃない。あ、ごめん。キツネのラテだった、キツネのラテだった、ごめん。置くのむずい。キツネの、あ、これね。イナリラテ。イナリラテ、ほんとに。で、イナリラテ右に置いて。あれ、はめらんね。オッケー。これ絶対で、そのまま上行くか。とりあえず、これもうガーッと置いちゃうね。ガーッと置いちゃった方がいいよ。じゃあ、上。置けねえ。頑張れ。なんで置けねえんだ。え、ガチで置け。オラくん、そのままポンチョ持ってきて。その一番右の段の、はい、下か2番目。あ、置けた。これシフト押しながらじゃないと置けないのかもしれない。そのまま、そこのオンリーが置いたところにラテ集めよう。だから、1個上にラテあるんで、オラフスウォーター、オラフスウォーター、これ、ちょっとください。猫字、これ取ってください。オッケー。オラフスウォーターね。はい、はい、はい。なんか取れなくてあるか。そこ置いてください。猫字置いてもらって。はい。はい、いいよ。なんか置けない。はい、確かになんか置けない。置けた。はい。で、その青いやつと一番左の、濃い青いやつと、一番左上のラテを交換しましょう。そこ。取れない。なんでだ。なんか違うの取ってる。違う。ドズルゴールド、右のやつ取ってる。なんか、右のやつ遠隔で、ここから。え、嘘、そっから取った俺。そっから取ってる。あ、取れた。オッケー。はい。ラテも、あれ、なんか俺置けてねえな、これ。置けてない。変な感じになってる。はいはい。右から2番目の上から2段目。2番目上から2段目。ポンチョ取って、オラフ君は一番左。あ、オラフ君取れる。僕はポンチョ取るよこれ。ポンチョ取る。じゃあ麺は麺モンスター戻す。でポンチョ入れる。うん。ポンチョ入れる。オラフ君はオラフウォーター取る。どこだポンチョ。あ、ポンチョ一番左の一番上だ。オッケー。ナイス。ナイス。オラフウォーター。置くのむずない。オラフウォーターはイチゴミルクの隣。一旦置こう。これでイチゴミルク回収。イチゴミルク、あ、じゃあ一番ミルクその左上の、あ、揃えられるわ。二人とも上登って、そのまま麺と一緒に。麺の、オラフウォーターいいね。いちごミルクを取って、いちごミルク取って、そうか。はい。で、オラックンそのままコーラ取って、麺は、これ見えるいちごミルク。一番右の、一番、あ、それが熱くなった、交代。ナイス。で、次が、いちごミルクを取って、で、そのまま猫字左上です。左上、いちごミルク4つ並んでます。オンリーは、その上のドズルゴールド、あ、ドズルゴールドじゃない、リアルドズルを。リアルドズル、はい。いや、これやっぱ陳列って大変なんだな。陳列ってこんな難しいな。もう一個前出れますよ、もう一個前。猫字頑張れ。あ、いけた。あ、レンガさんめっちゃ効くようになった、急に。あ、いいね、めん、いいね。あー、そうそう、あー、落ちた。両サイ折りますか、今の。今のはダメです、今のは自分のミスです。ダメか。もっと持ってて、面は、一番左の、一番左の、上か2段目の、
上2段目のどれでもいい。オラフリアルドズを一番右。オラフスボタンは左、はい、そこそこそこで、ね、オラフくんは お茶かオラフくん持って、これ置けないんだけど、これね1マスなんだろう、1マス目のとこじゃないと置けないかも。でそのまま猫で左上の、はい、濃い青を取って、濃い青を取ってブドウと交代、はいはい、これだ、はい。で、濃い青を一番上の、一番右上の、はい、オラフスウォーターと交代で、オラフスウォーターを左下にはめてください、はい、そこ、はい、完璧で、そのまま猫地下に行ってもらって、はい、で、左です、左です、左で、そのモンスター取ってください。モンスター、オッケーオッケーオッケー、ヒヤヒヤヒヤ、はいはいはい、モンスター取って、あれあれ、なんか、あー、右上のお茶取っちゃった。え、なんで、一番右、一番右、そしたら、どうしようどうしようどうしよう、あんた、俺もうこれ置いちゃうから、置いちゃって、置いちゃって、お茶、はいはいはい、で、そこのお茶そらえよう、グレープ取ります、はい、グレープ、リアルドーズ回収してほしい、リアルドーズ回収して入れ替え、面と入れ替え、はい、うん、はい、で、同じ、あ、ラテ右だ、取っておきます。で、僕はリアルドズルを取った、そう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 、いいね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 、これやっぱ、ここ乗って真下向いておくのが一番手っ取り早い、マジナイス、はい、で、そのまま面はオンリーバナナ持って、オラ君はそのリアルドズル持って、あ、交代、スイッチか、スイッチ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 、で、オンリーそこにブドウ置いて、ラテ取ってきて、ラテ、はい、次元のとこ行っちゃった、はい、で、ラテをお茶のとこに置いて、これだ、はい、で、猫じお茶持ったまま、はい、持ってます。で、オンリー右に行ってコーラを取って、あの、下のコーラ、え、どれだ、右の下、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 それか、そこそこ、そこのコーラ取って、で、猫じそこにお茶を入れてください。頼む、おかしてくれ、コーラを入れて、いや、マジで違うゲームになってる、違うゲーム、これ本当にむずいよ、これむずそう、本当にむずいんだよね、あっか、あ、なるべく近づいておこうって、近づいておく、いや、結構、あ、いったいったいった、それくらい近づかないとダメなんだ。モンスター、モンスターと交代、モンスター、オッケーオッケー、モンスター、はいはいはい、ナイス、操作慣れてきた、ねんの置くのめちゃくちゃうめえ、うまい、バイトしてた俺、はい、あ、ナイス。で、オラ君コーラ取って、麺は右の一番下の段、右の一番下、はい、麺についていく、で、交代だな、モンスターかな、で、僕がコーラを置いて、いいねいいねいいね、モンスターはめていきます、いいよ。オラ君はそのまま、はい、ラテ、イナリラテ、麺は右行ってコーラ、あ、上でもいいや、上でもいいや、上でいいや、あ、どっちもいい、どっちもいい、あ、うん、あ、じゃあ一旦上のコーラ開始します、はいよ、オッケー、これそこからジャンプして取らない。来た。ブドウ、あ、オッケーオッケー。はい、で、ブドウを一番左上に持っていきます。ちょっと移動距離あります。あ、いい感じではまってきた。持ってきた。コーラを持って、コーラごめん、はい、一番右下。で、猫じ左に走ってください。はい、オッケー、はい、ナイス。一番左です。はい。で、オンリーラテを取って、ラテ、はい、で、そこにゴールドを置いて、ラテを一番右。ラテ一番右のオラフスウォーターと交代します。ヒア。いやいや、コツが掴んできた。はい、早い早い早い。はい。イナリラテとスイッチしていいですか？いいです。で、麺はドズル、リアルドズル、オラフ君は左上、そこの、はい、ナイス。で、下のそこの右一番下、はい、向き大丈夫かな。で、麺はそのままイチゴミルク持って、オラフ君左下に下がって、はい、オラフ君左下下がって、はいはい、リアルド、いや、ラテ、ラテ、ラテ、あ、じゃあ、はい、オンリー、あー、どっちもいい、どっちもいいや、どっちもいい、で、はい、オラフスウォーター左下、はい、左下、そこ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 、いちごミルクと交代、はい、いちごミルク一番右上です。右上の、はい、バナナオレと交代してください。そこの右、はい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 、オッケーオッケー、あー、完璧完璧。で、バナナオレを今度、はい、左下に持ってって、はい、はい、そこのドズルゴールドと交代、ここ、はい、はい、そこ、ここ、そこです。ここ で、ドズルゴールド一番左下に置きます。で、麺はそのまま上のオラフくん取る、はい、オラフくんそのリアルドズル、いいね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 。で、そのままラテ取る、オラフくん下降りて、下降りて、オラフくん取る。入れ替えだ、ここ。うん、入れ替え。はい。で、左上、オラフくん。はい。よいしょ。よいしょ。で、面がその、オラフくん、オラフくん取って、あ、スイッチか。オッケー。そのまま上スイッチでいけそう。で、終わり。あ、終わり。終わり。あら。え、終わり？終わり。セット。ほい。どう？む、え、向き、おいしょ、マジ、ナイス、
ナイス、ナイス、ナイス。いやいや、いい動きしてたよみんな。ありがとうございます。いい動きしてたよ。みんないいよ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 。美しい。で今度それがオラフス。ここだ。オラフスウォーター。オラ。ああ。強い。強い。めちゃめちゃ早い。マジか。マジか。結構マジか。はい、あ、まあ、揃ってるわ。早いな。あ、完璧ですか。綺麗に揃ってます。くー。え、そっちこんまり先生います？整理整頓の達人仲間にいますか？早いな。いや、かなり早いですね。まあ、得意ですから我々は。はい。いやいや、でも飲めりゃ一緒でしょ結局。いや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 、飲みたいやつ取ればいいじゃん別に。いろんな種類ゾーンあるから。ああ、選んね、別に飲みたいやつ取ればいいの、なんで並べないといけないの。めっちゃブーブー言ってる。次行こう、次行こう、次行こう。ラストラストラスト、もう全部、あと全部、あとラストも勝つぞ。いや、これやばいな、全勝パターンあるかもしれない。ラストで分からせるか。ラスト整理しろ、倉庫片付け対決。やっと、はい、やっと整理整頓きた。あ、来た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 。なんだこれ、なんだこれ、ぬいぐるみがいっぱい。毎回説明までが長い。ルール説明。そう、ルール説明まで歩かされるっていう。あ、今回クリエイティブモードで、倉庫片付け対決。商品の大量入荷により倉庫の中がぐちゃぐちゃになってしまった。配置図の通り綺麗に配置しよう。先に整理整頓し、終わったチームが勝ちということで。手元に地図、ね、地図があるんだ。あ、これはここに入れろってことか。お菓子とか日用品とか食料品、調味料、ベビー用品みたいな感じで1段目2段目で地図があるので、それぞれに配置図と棚に書かれている黒い枠を見ながら一つずつ整理していこう。お、なるほど。商品はできる限り、積み重ねておくように。ぴったり入る場合もあるよと。これ以上上に置けないと思ったらそれが正しい状態だ。なるほどね、なるほどね。あ、じゃあ結構同じ商品も積み重ねて配列しないといけないんだな。あ、じゃあ皆さん地図を取ってください。地図ね。ほう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 。あ、青チームそっちだ。看板がそっちだ。青チームがそっちね。はい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 。赤チームこっちで。ああ、そうですね。でも取りながらできるからね、クリエイティブモードだから。もう簡単そうですけどね。うん。うんうんうん。じゃあ行きますか。行きますか。はい。それでは。5分を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 。地図の見方大丈夫ですか？地図の見方、そう、1段目と2段目があるから、これ。オッケーオッケーオッケー。そう、青チームのとごっちゃになるけど。うわ、2段目ってそういうことか。オッケーオッケーオッケー。こう上にさらに行くんだ。じゃあもう一旦私お菓子からやりますね。あ、じゃあ僕は調味料からやります。はい。あ、ベビー埋めていきます。じゃあ。なんかボンさんこっちに。なんで？ボンさん理解してない。理解してないなこれ。あ、え？あ、そういうこと。来た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 。はい。うわ、すごい。あ、これ色で多分あれだ。うわ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 。これは調味料だから、調味料はオフラジオはこうだ。そうか、なるほどなるほどなるほど。理解。フィードスター組、ありがとうございます。あ、さらに積み重ねれる。なるほど、オフラジオこうだな。オフラジオ。オラフジオか、オラフジオ。オラフジオ。オラフの塩だった。誰がどこがやるとかやった方がいいのね、多分ね。確かに。確かに。多分そういう感じだよ。俺お菓子いきます。じゃあベビー用品目の前にあるんでいきます。じゃあ僕日用品か調味料やな。こっちでもいいわ。なんかオンリーこっち見てる。どっちでもいいな。ベビーでもいいし。どっちの方がむずいか。ああ、ごめん、俺違う相手チーム見たわ。なんで。なんで。え、何これ。調味料いくね。調味料。何これ。フィードスター組。これ重ねられるんすもんね。しかも同じやつは。もう黒い枠ないなの。なんだ。黒いのなんだ。多分黒いのはそのサイズがぴったりかかる。え、これ限界まで積み重ねていいのかな。限界までが置く場所って書いてあった。え、でもこれ枠余るっすよ俺。限界まで行ったら、あ、他のところにもしかして入ってる？そんなわけないよな。オッケーオッケー、理解した。あーべ、俺なんか変な、もう一全部やり直しかよこれ。ちゃんとやんないといけないなこれ。あれ、これ入るこれ？はい、入る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 。これ全部入れるんですか？全部入れる。縦に詰める、縦に。
色がねメンバーカラーになってる。え、ちょっと待って、これ本当に、あれどうしたどうした、僕のやついい感じに詰めてるよ。え、これ黒枠もまるっと入ります、もしかして。黒枠の上に積んでる。え、じゃあこれ違うわ。黒枠の上にどんどん積んでいく。全部違う全部違う全部違う、間違えた間違えた間違えた、シュ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 。黒枠には入らないものだと。あ、そういうことか。いや、黒枠にね重ねておいていく。黒枠に重ねる感じか。そう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 。うわ、やらかした。何見てるか分かんなくなる。置けちゃうのがきついな。間違っても。恐ろしい、恐ろしいこと言いますね。ハニーオンリー。メンスタンクでけえよ。ハニーこれか。ここか、メンスタンク。もう最初に形を作ってからもう。うん、最初に一個ずつ置いた方がいいかもしれない。だってね、これはこれ。これって、全部埋める必要ってあるんですよね、多分。この黒枠。全部埋めるんじゃない。あー、でもちょうどね、埋まるのよ。埋まるサイズになるわ。やべえ、一個ずつずれてた。最悪やん。あ、そっか、これチェスト2個もあるから、これ、なんか、まだ埋まってねえと思ったのか。そういうことか。とんでもねえ数まだった。あるよね、めちゃくちゃある、めちゃくちゃある、これすげえ余裕あると思ったら全然違った足んないんだけどちょっと勝手になんか困ってた、あれっつって、めちゃくちゃめちゃくちゃあんな、これドズルおばさんのクッキーだ。ドズルおばさんクッキーある、クッキー、クッキー完了、クッキー完了、ナイスナイスナイス、はいはいはい、オッケー、完璧だ、はみ出る、はい、あ、まだ2列もあんのこれ、入荷しすぎてるって、これ1個はみ出てたら大変なことになる。いや、1個重なってるもあるからちょっと気をつけて、はい、ゆっくり、ぴったりになりますねこれ、完全に。あ、なるほど、 OK です、 OK、 ぴったりになる場合もあります、これ多分。あ、ならない時もある、どづけちゃ、ちょっと頭開く時もある、どづけちゃどづけちゃどづけちゃ、続けちゃでかっ、よし、いい感じ、半分終わった、はよ、よし、どんどんいきますよ。え、待って、これずれてね、あ、ずれとるわずれた時絶望よね、2個目がずれてる、最悪や。え、これぴったしじゃないの、あの、ぴったしはないのか、そうかそうか、あれか、全然そのあれっすよね、これ以上詰めないなってるだけで、天井はね、合わないことあるわ、天井はね、一瞬焦った今、おかしかった、ナイス、ナイス、日用品と日用品いきます、ナイスナイス、ケチャップが、あれです、ケチャップが、なぜ、はいはい、オッケー、ラストがボンジュールオリーブオイル、どこ間違ってるかもしかして、いや大丈夫だよな、色がもうメンバーカラーになって、よし、日用品いきます、はい、こっちにもあんのか、うやー、ドズシャンプーいくわ、ドズシャンプー、ドズシャンプーが麺のスポンジ、日用品だと OK、 このもう、ね、あの地図いらないっすよ正直あ、大きさでね、うん、確かに、え、ドズシャンプーめっちゃ可愛いじゃん、欲しい、ドズシャンプー見えねえ、見えねえ、見えないですよねこれね、見えない、後ろからやらないと、ね、そういうことか、やべ、真ん中だけ残しちゃった、最悪だ、あれ、なんか一個足りない、怖っ、あった、 それ怖い、え、次オンリーか、オンリーか、はい、オーラティッシュいきます、オーラティッシュ、オンリーキュール、なんで右と左で高すぎるの、え、箱のですか、ずれてるってことっすよ、ずれてたわ、ずれてたわ、終わった、ナイス、ナイス、日用品が多分空いてる、日用品が空いてる、頼むわ、日用品、オッケー、日用品いきます、とりあえず形だけ先作っておきます、あ、次一発で形あった、全部ナイス、オッケー、まああとは1種類ずつやっていきます、ランチプレート、これももうすぐある、メンスナック、ここだ、でけえんだよ文句やめてメンスナックスナックはでかい方がいいでしょうよ、オッケー、おった、日用品いきます、はい、もう並べてあるんで、ありがとう、オッケー、終わった、で、奥から俺、オラクのやつやる、そしたらコツシャンプーいきます、
俺ティッシュ。え、まあこれ終わる。猫字大丈夫ですか？終わります。こちらもうちょっとです。僕もベビー99本入れポタまたオンリキュール助けて。オンリキュール、はい、オンリキュールあと1個は後ろに積まないといけない。これ、はい、オンリキュールもう1個いける。猫こじなんかあんまり大丈夫。あれオンリキュール何個か落としたけど、 あとね、大吉と猫こじのやつを置けば終わり。いけた、よし、いけるぞ。はい、うわ、多そう、多そう、猫こじのこの、そうですね、ちょっと上までパンパンですね。あ、よし、いた、いったんじゃない。たえ、どうだ、あと猫こじ、猫こじ、え、これどうなってる。こうか、はい、あれどこが違う。どこだ、マジでやばい。どれが違うんだこれね。バーッと見よう、バーッと見よう。安いよね。オンリーキュウリやりまーす。キュウリって何？あ、チュールか。猫のやつ。終わるぞ、もう。どちらも終わり。キュウリで終わり。あらくな、終わる。あ、じゃあこれで終わるか。はい、オッケー。終わった。え、どこが違うよ。やば。え？ああ、これだ、これだ。僕のところだ、ごめん。ラジオの高さがちょっとちゃう。本当だ、違う。そこはめて。おい、どう？ラジオ終わってそう。どっか違う。どっか違う。あ、ポンさんのやつはこれ、違う？やばい。オッケー、オッケー、どまい。引きでやらないと。あれ置けない、なんでだ、ここ。あ、いけた。モンさんのやつ。あ、シャンプーだ。ごめん。シャンプー俺のとこだ。なんか一番下が一個浮いてた。どう？あ、ここか。直りました。直った。できました。よっしゃー、ナイスー、ナイスー。3度でイエーイ、イエーイ、イエーイ、よっしゃー。はい、置いた。どうだ、どっかずれてる、ずれてる。うわー、うそ。ダメ。何がずれてる。どこがずれてるんだ、わかんねー。どれだ。あ、タッチの差なんだ。うわー、すごい。なるほどね。マジか。いや、僕がね、ポンさんのやつを違う感じでちょっと陳列しちゃったんで。はい。本業じゃないんで。本業じゃないんで。本業じゃないんでって言い訳なんで。すごい負け惜しみ出たけど。本業じゃないんで。別にね、これで売ってるわけじゃないから。陳列で食ってないんで。それはそう。そんなのあり？並び飲めや一緒だの最後本業じゃねえだろ。ひどい言い訳。ひどい言い訳です。はい、ということで今回は改めまして僅差で青チームの勝利でございます。いや、3対0です。タッチの差で、最後です。タッチの差で青チームの優勝です。うん、言ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもガチでなんかちょっとへこむな今日。難しかった。ああ、そうですね。勝ったチームはすごいスッキリなんですけど。すごいスッキリしてる。スッキリしてないでしょ。いや、ちょっとこれ心の整理整頓の時間欲しい、ちょっと。いや、ないこと言いました。またね、ちょっとこういったミニゲーム対決もいろいろやっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあね、バイ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 。いろんな生放送もやってるので見に来てね。オープンキャンパスの日付全然違うでしょ、これ全然違うでしょ。俺5月、うん、あ、これメンバーの誕生日になってる。オープンキャンパスの日付が、うわー、さす、これはさすがと言わせる。応援、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画もご覧ください。高評価とコメントもぜひしていってください。もう全部やってくれてんの？最高かよ。